こんにちは。日本学術書道会の田村喜蘭です。今日も単行者の茶掛けの連語辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は安心龍明です。天命の帰するところを知って心をここに安立することをという意味であり、心身を休んじ軽妙を長ずることを言います。すなわち己を据えて生を全うすることです。なお安心は仏教語であり、龍明は儒教の語です。今から安心龍明を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。